皆さんこんにちは、イベシです。今日はワンピースのね、着回しコーディネートを紹介していきたいんですけど、この前ですね、GU に行ったら本当にナチュラルで可愛くて着回ししやすいね、ワンピースを見つけたんですよ。今着ているワンピースなんですけど、このワンピースを使ってナチュラルコーディネートを考えてみたので、ぜひよかったら最後までご覧になっていってください。それでは動画どうぞ。私が今回選んだワンピースはこちらです。 GU のリネンブレンドバンドカラーワンピース2990円の商品です。カラー展開がホワイト、グリーン、ブルーの3展開あって、私はホワイトのカラーを購入しました。サイズ展開もかなり豊富で、私は身長160センチでゆとりを持って着たかったので L サイズを購入しました。このワンピースのいいところはリネンという風合いで、すごくナチュラルなワンピースだっていうことかなっていうふうに思います。あともう一つのポイントは七分袖っていうところが結構大きくて、今の季節からこれから先長く着れるワンピースになっているかなっていうふうに思います。こんな感じで紐もついているタイプのワンピースになるので、着こなしの幅が広がるっていうところかなっていうふうに思います。ワンピースってこう主役になることが多くって、買っては見たものの、どういうふうに着こなししようかなとかって結構悩むところかなっていうふうには思うんですけど、今回は本当にたくさんの着回しの方法をちょっと提案するので、皆さんの参考になれたら嬉しいななんていうふうに思っています。コーディネート紹介します、どうぞ。まず一つ目はワンピースを主役にした王道のねコーディネートです。このワンピースはとてもねシンプルなワンピースでもあるので、胸元にブローチでアクセントをつけてみました。そしてより春らしくコーディネートしたかったので、春色のバッグとホワイトの靴を合わせてみました。このワンピースはちょっと透け感はどうしてもあるワンピースになるので、肌色の透けないね下に置けることをおすすめします。このね紐とかもセットになっているタイプなので、紐をこんな風に縛って、2通り王道のワンピースコーデが楽しめるので、すごくいいなっていう風に思っています。まずはねこの王道の爽やかコーディネートでした。続いてのコーディネートはワンピースの下にパンツを合わせてカーディガンを羽織ったレイヤードコーディネートになります。このワンピースは下にねパンツを合わせてもすごく相性が良くて、カーディガンを羽織っても着膨れしないようなワンピースになっていて、すごく可愛いです。全体的にねもたつかないようなメリハリのあるようなコーディネートになるかなっていう風に思います。こんな感じのレイヤードスタイルもすごく可愛いのでおすすめです。続いてのコーディネートは先ほどとはまたイメージが異なるようなレイヤードスタイルになっています。今回は無印良品のボーダートップスを重ねて着てみました。このワンピースは薄手のワンピースなので、上にトップスを合わせるっていうこともできるのが大きなポイントじゃないかなっていうふうに思います。そして私はこのワンピースの下にデニムを合わせてみたんですけど、デニムをちょっとチラ見せしても可愛いのかなっていうふうに思いますし、デニムとかを着ないでそのままねスカートとして着るっていうのもできると思うので、かなりおすすめです。カジュアルで女性らしいコーディネートに仕上がりました。続いての着こなし方はワンピースをね羽織として着てみました。インナーには無印良品の春色トップスを合わせて、今回はボーイッシュなコーディネートにしたかったので、キャップとねスニーカーを合わせてカジュアルなコーディネートに仕上がりました。第2ボタンぐらいまでは開けて、他は閉めてウエストを絞って着ると、またねちょっとカジュアルダウンしたような印象の着こなし方とかもできるので、一度で二度美味しい着回し方かなっていう風に思うので、ぜひ参考にしてみてください。中のインナーをちょっとねチラ見せするのも可愛いですね。続いての着回し方はワンピースをブラウスとして着てみました。ワンピースの上にスカートを合わせても着心地が悪いっていうことがないので、このワンピースのすごいいいところかなっていうふうに思うんですけど、このワンピースを1着持っておけばブラウスとしても着こなすことができるっていうね、本当に優秀なワンピースだなっていうのを見せつけられたようなコーディネートになるかなっていうふうに思います。肩のところがちょっと落ちてるタイプになるので、女性らしいワンピースでもありますね。すごく可愛いです。最後の着こなし方がこちらです。ワンピースの上にベストを合わせてみました。このワンピースは袖元がすごく可愛いタイプになっているので、ベストとの相性もかなり抜群になっていて、すごく可愛いかなっていう風に思います。私のイメージ的にこのコーディネートは図書館にいそうな女子みたいな感じな雰囲気があるかなっていう風に思っていて、すごくお気に入りです。一応ねこのベストも GU のベストになっているので、ワンピースを買う時にセットで買う
と意外と可愛いんじゃないかなっていう風に思います。今回のワンピース着回し動画はいかがでしたでしょうか。プチプラでナチュラルですごく着回しのしやすいワンピースになっていて、本当にどのコーディネートもすごくねお気に入りです。買ってよかったなというふうに思うワンピースです。この動画が面白かったよとか参考になったよ楽しかったよっていう方はチャンネル登録グッドボタン、そしてねいつもねコメントなんかすごく嬉しくてありがとうございます。動画に関するコメントとかもお待ちしています。また楽しい動画がね作れるように頑張りたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。ではまた。